今回は、えー、質問が届いているので答えてみたいと思います。39歳女性会社員、えー、コーチングを学んで実践していますが仕事で失敗した時などエフィカシーが下がってなかなか立ち直ることができませんエフィカシーを高く維持するための習慣などあれば教えていただければ嬉しいです。ということで こういっったエフィカシーが下がが下てなかなかか上がりまませせん、ん、立ち直れませんどうしたらいいですかっていう相談は実はこれまでもですねたくさんいただいてますまずですねエフィカシーという概念を復習ですけれども、えー、エフィカシーとはゴール達成における自分の能力の自己評価とにかくこのエフィカシーを高めることによって、えー、ゴールを達成していくっていうことですけどゴールは現状のコンフォートゾーンの外側に高い高いところに設定しているのが前提ですよね でその高い高いところ現状の外側の高い高いところに設定したこのゴールを自分は必ず達成するんだという強い確信、えー、まさにそれが、えー、高いエフィカシーということなのでゴールを設定しただけでエフィカシーが高まってないとですねゴールに向かって一歩も踏み出せないということになるので是非このエフィカシーはですね 常に高いのが当たり前でまあ自分たちはですねこういった講義とかですね講座の中でエフィカシーという概念を友内博士から学んできたものルーから学んできたものを説明しますけれどもじゃあ日頃あエフィカシー上がったな下がったなとかって自分で言うかっていうとセルフトークにすら上がってこないですねでどういう状況まで来たかといったらですねエフィカシーは高いのが当たり前だというふうにもうずっと自分はセルフトークし続けて言い続けてきてるのでエフィカシーという言葉をですね 講義の中では説明するけれども、セッションの中で例えばクライアントに対して1対1のセッションの時にエフィカシー下がってますねってことは一切言わないしもっとエフィカシー上げた方がいいですよとも言わないしエフィカシーという言葉は使わないんですね。で使わないで、えー、無意識でそして非言語でエフィカシーが高まるように、えー、サポートしていくってことをやります。 で自分自身もセルフコーチングでもエフィカシーをもっと上げようとかっていうそういうセルフトークも出てこないです。エフィカシーが高いのが当たり前。 そういういいいい状況を皆さん作ってたただきたいと思いますまずはですね意識に上げて自分自身がまだエフィカシーのレベルがこう上がったり下がったりするこう乱れてしまうなっていうことを確認するのはこれはどんどんやっていくべきなので、えー、そこはまあその段階ではですねあ今自分はエフィカシー上がってるなとかちょっと下がったなとかそれ,それはいいと思うんですねで下がった時にじゃあどうすればいいか。 もしくは高いエフィカシーを維持するためにはどうすればいいかということでえ今日はですねできるだけそれを毎日やることによって、まあ、結果として習慣になるくらいまずですね過去のネガティブな記憶は一切思い出さないということ過去は全く関係なくて常に未来に向かうというそういう未来思考のマインドをしっかりと自分の中にインストールすることですね。 で例えばですね一日振り返ってみた時にあんなこともあったあんな失敗しちゃったこれはつらかったとかっていうのを振り返る方って結構多いんじゃないかなと思うんですね自分自身も昔はそうだったと思いますもうちょっと忘れちゃったんですけども自分自身もおそらくあのサラリーマン生活をやってた時はですねそういう状況だったのかなと思うんですけど今じゃちょっと思い出せないんですけれども今じゃどういう状況かっていったら一日を振り返った時はですね良いことしか思い出せないこれは一つポイントですね 良いことだけけを振り返るで、いいや1日だったけど何も良いことなかっったでですすていいう人いないと思うんですね実は自分にとって良いことも悪いことも当然ながら起きてるわけですけれどもその良くなかったことを振り返ってつらかった大変だった苦しかったそれを繰り返し繰り返し思い出すとですね脳はそれを追体験したぐらいに臨場感が高まってきてしまってネガティブが刷り込まれていっちゃう。 でこれは特にトップアスリートなんかはとても気をつけなきゃいけないポイントで次の試合に向かって良い成果を出そうと思っているにもかかわらず前の試合でこんな失敗したあんな失敗したということをずっと考え続けるとですねそれを脳は再現しようとするんですねもう一回繰り返そうとするそういうネガティブが自分の中に張り付いてしまう刷り込まれてしまうということでこれは決してやらない方がいいですただしうまくいかなかったことはその中から課題を抜き出して未来に向けてこうしていこう 次はこうしていくからうまくいくぞっていうふうに切り替えていくでその瞬間に過去のうまくいかなかった出来事は切り離していくっていうところですこれによって、えー、完全に未来思考になっていくということですね、まあ、ここをしっかりと押さえた上で、まあ、我々例えば仕事をする上でですねうまくいかなかったことに引きずられてそのネガティブな状態を引きずらないようにしていくためには もちろん仕事をどんどん上手くなっていくためにはいわゆるそのうまくいかない指摘されるような失敗だって言われることもあるかもしれませんけどもそれも糧にしながらじゃあ次はこうしていくぞこうやってうまくいかなかったんだから別なやり方をすれば次はうまくいくんだっていう形でその瞬間にその出来事は過去に消えていきそしてその出来事があったから自分自身は成長できたというふうに未来に向けてエネルギーに変えていくことができるんですね。 ということで、まずうまくいかなかったことの振り返り方は、 え課題を抜き出してもう過去に切り捨てていくそしてうまくいったことに対して高く評価していくってことですね我々うまくいった時にあんまり自分自身を評価しないんですねもっともっと高く評価して自分のエフィカシーを高めていくエネルギーに変えていった方がいいわけであってえ一日を振り返るときにうまくいかなかったことは先ほどのように課題を抜き出して切り捨てていくそしてうまくいったことは徹底的に未来に向けてエフィカシーを高めるエネルギーに変えていくっていうことですね自分をすすごく評価するる褒める まあそういうういいいマインドを作っていくということこですねだから一日の最後に、ね、自分自身の今日一日を振り返ってみた時にそのようなマインドで一日を振り返ってそして翌日のエネルギーに変えていきながらポジティブな良い出来事だけを繰り返しそこを思い出しながら例えば寝るとそうするとです、ね、良いイメージがずっと繰り返し脳に刷り込まれていくんで翌日朝起きた時もすごいスッキリしてるんですね。そしててて朝起きたら今日も1日も最高の1日がスタートだって言っ言言自己充足的予言 自分自身にそうやって語りかけることによって良いことも悪いことも起きるんだけれども良いことにロックするように自分自身のマインドを切り替えていくことそして一日いろんなことがあるけれどもまた一日を振り返った時にいいこともあれば悪いこともあったけれども自分にとって良くなかった出来事に対して課題を抜き出して自分は何をすればいいかを考えるそして良かったことについては自分を徹底的に評価してエフィカシーを上げていくこれはまず繰り返すことですね。 ま、この辺はですね、皆さん聞いたことがあると思うんで、ぜひやってみていただきたいところですけれども、ここからがポイントで、高いエフィカシーを維持するために効果的なワークとしてですね、さらに追加でお話をしてみたいと思います。それは何かと言ったらですね、自分自身にきちんと感謝すること。できるだけ言葉に出して感謝することですね。例えば今日一日たくさんの資料を作ったんだったら、その資料を作った、まあ、自分自身の頭と <laughs>、 そししてて打ち込んだね、手に対して感謝する、よくやってくれたと。でいろんなところに訪問してですね例えばプレゼンしてうまくいったとか提案してそれが採用されたとかそういう時はいろいろ歩き回って提案活動したそういう報告もしたっていうことであれば自分の足に対してですね、えー、きちんと感謝することですね体全体いろんな思いでそれぞれこう体をケアする形で目を酷使したなと思ったらその目に対してきちんと感謝をする。 例えば肩が凝ってるなという人がいればこんなに緊張状態が続いた可能性があるわけですから今もやっていただきたいんですがこう肩をこうほぐしながら首をこう緩めてその中でよくこの、ね、あの肩首、ね、自分の,この体を支えてくれた、ね、ありがとうありがとうって感謝をしながらこうさすってあげるとかそういうことを是非やってみていただきたいと思います。だから自分自分身のことを評価する、で具体的に、 いろんな自分自自身に対しして感謝の気持ちをしっかりとと。伝えること自分が自分のことをあの評価しそして大切にしない限りなかなか大切にしてくれる人いないんですね。自分が自分のことをですねダメだダメだって言ったら攻撃してることになるんでそういうことはしないし実際ケアしていく褒めていくそして評価するそして感謝をするってことですね。そそれはとててて、も重要になってきます。そして えーまあ、自分自身もそうですけれども人と人との関係性で、えー、我々は生活してるのでその中で仕事をしてると思うんですけれども今日お世話になった方に是非感謝してください。で今日感謝の気持ちを伝え忘れた方は翌日でいいので次会う時でいいので必ず感謝の気持ちを伝えるってことですね。 自分自身も感謝するけれどもいろいろお手伝いしていただいた方とかにきちんと感謝の言葉を伝えることこうすることによって人にも感謝できるマインドそして自分自身にも感謝できるマインドそうすることによってポジティブなマインドになってきてそしてエフィカシーは下がらなくなるということですね間違っても自分自身をダメだとか攻撃することはしないと思うんですけども人に対してもダメだとかっていう形で攻撃しない そして自分の生活がこう進んでいく中でいろんな人に感謝するべきっていうことを抽象運高い視点で見つけていくことですねそして見つけたらその人にきちんと感謝していくことそれを言葉にして伝えていくこと態度に示していくことそういうことをすればですねまずは人間関係も非常に良好になってくるしエフィカシーもそう簡単に下がらなくなってくると思いますこれをやり続けることですねできれば100日 毎日毎日自分を感謝してくださいそして自分を評価してください自分を褒めて評価しそして感謝してみてくださいそして自分自身を支えてくれている関係者に対して必ず出会ったら、えー、必ずそういう方に会った瞬間に感謝の気持ちを伝えるということですねこれを100日ずっとやり続けることによってこれが当たり前の習慣になってきます息を吸うようよに、 無意識ででききるようになってきますそうなった瞬間にエフィカシーはそう簡単には下がらなくなってくるということですね。自分自分身はほとんどもう今意識しないでで無意識でそういうことをやってきてきますとということで今回の相談ですけれどもエフィカシーが下がってなかなか立ち直ることができません。やっぱりこう例えば仕事でミスして叱られたとか指摘されたってそれ感謝することなんですね。ありがとうございますで感謝することそれによって自分自身がまたレベルが上がっていくというそういう機会を作ってくれたと。 次こそうまくいくぞということで自分のエフィカシーを上げそして指摘をしてくれた上司に対してもそれを「ありがとうございます」って言葉で返していくことそうすることによってエフィカシーは下がらなくなるということでこれをぜひ実践してみていただければいいんじゃないかなと思います今日の紹介したワークはとても重要ですでこれを実践すると思いっきり日々の体感が変わってきます本当に人生が変わってきますので是非やってみてください是非実践してみてください 皆さんのことを徹底的に応援したいと思います。今回は以上です。ワクワク様でした。